Okay, erstmal zurück. Ich gehe von unten nach oben. Zuallererst Agumon, 5 Verteidigung mehr und Spezialverteidigung mehr. Jetzt zu Patamon. Jetzt wissen sie es, aber sagen sie es nicht, obwohl ich sie alle geheilt habe. Ist sie vielleicht im Kerker? Oder gibt es im Thronenversteck? Das wäre auch nicht doof. Na, bevor ich zu Saki gehe... Ja, die Energiesamen sind immer gut, die habe ich schon ein paar Mal gebraucht. Fertigkeitenkristall. Falls ich nochmal einen Digimon finde, was ich im Team nehme, was nicht zu den Menschen gehört. Weil die haben ja, soweit ich gesehen habe, wirklich weniger SP als die anderen. Dafür kostet halt ihre Digitation auch nichts. Gleicht sich schon irgendwie ein bisschen aus.
in der Schatztruhe. Oh, ich bin auch immer beim Trunken da sein. In der Schatztruhe. Haben wir uns echt raushauen lassen? Nochmal rein. Ich sag nochmal, sie ist in der Schatztruhe. Ey, das ist doch albern. Die ist 100% da drin. よかった。無事だったんだな。お兄ちゃん、また来たの？当たり前だろう。こんな時にお前を放ってなんか置けるか。またほら、すぐそうやって乱暴な態度取って。だから、俺はお前を心配して。カイト、言い方。いや、すまない。頭ごなしに叱って。俺が悪かった。けど聞いてくれ。今は言い争ってる場合じゃなくて。うわぁ、今度は潮らしい態度で懐柔しようとしてる。見え見えだよね。ねえ。頼むから聞いてくれって。いや、どうせお兄ちゃんは危ないからそばにいろだの、早く帰ってこいだの言うんでしょ。うち、ここにいたい。ここでシャコモンとずーっと一緒に暮らすの。ミウちゃん、あなたはまだ分かってないのよ。ここがどんなに恐ろしいところなのか。そうよ、子供を狙う敵もいるし、正体不明の霧だってあるし。他はどうか知らないけど、ここはすっごく楽しいところだよ。今までいたつまんない田舎とは大違い。嫌な大人もいないしさ。周りは可愛いぬいぐるみみたいなのばっかで、うちをチヤホヤしてくれるし。それってジジモンやパルモンたちのこと？そうだよ。ジジモンはお兄ちゃんと違って言うこと聞くし、パルモンたちは可愛いし、うちはこの世界が大好きなんだ。おいおい、ここまで状況を理解してねえのかよ。これは説得に時間がかかるぞ。
人を好きにさせすぎたかの。ミュウ、お前は分かってないんだよ。またそうやって決めつける。分かってないのはお兄ちゃんの方じゃん。うちが今までどんな気持ちだったか何も知らないくせに。ミュウ、お前いい加減にしろ。どうして心配してるのが分からないんだ。ほらまた、なんですぐ怒鳴るの。悪い。だからお兄ちゃんなんて嫌いなんだよ。ミュウ、よしよし、怖かったね。ミュウちゃん、君がカイトに不満を抱いているのはよくわかった。しかし、君を安全な場所へ連れて戻りたいというのは僕たち全員の希望だということを知ってほしい。何それ、なんで。知り合いだったわけでもないのに意味わかんない。知り合いかどうかなんて関係ないよ。ますます意味わかんない。だいたいさっきから危険危険って。ここには可愛い子しかいないのに。この世界には怖くて大きなのも大勢いるわ。ああ、クモみたいなおばちゃんが最初出てきた時はうちもびっくりしたよ。でもすぐシャコモンが助けてくれたもん。まあ、あの程度の相手を巻くのは簡単ですし。とにかくうちはここから離れないからね。シャコモンとみんながいればそれでいいもん。そのかわいいみんながひどい目に遭ったのは知ってる？え？遊園地に侵入してきた敵を食い止めるために、ミュウちゃんを守るために大勢傷ついてる。このままじゃミュウちゃんの言う可愛い子たちもみんなどうなるかわからないんだよ。先行ってばそこまで行っちゃうの。このままここにいたらどうなるかはっきり言ってあげないとダメだと思う。死んじゃったらそこで終わりなんだから。な、何それ。死んじゃうって、ダルモンとパタモンもやられちゃったの。ジジモン、嘘だよね。みんな無事なんでしょ？ミュウちゃん、本当なんだ。それくらい危険な敵が来てるんだ。嘘。そんなの、だってここは安全で楽しい場所なのに。ミュウ。なんだ今の音は。まさか敵襲か。あ、なんだこれ。お城が揺れてる。そんな、まさか天井が崩れてきてるのか。こいつはやべえ。みんなとっとと外へ出るぞ。お姉ちゃん、こっちに。私たちも急ぎましょう。え、みんな待って。ミュウ、ダメ、そっちに走ったら。あ、危ない。サキちゃん。サキ、ミュウ大丈夫か？私は大丈夫。ちょっと足ひねっちゃったけど。ミュウちゃんはどこも痛くない？うん、平気だけど。
早くそこから離れて。まだ小さな破片も降ってきてる。でもサキちゃんをこのままには。どいてろ、サキは俺が抱えていく。心配するな。さあここは危険だ、みんな外に出るぞ。みんなちゃんとついてきてるな。急いで城の外まで出るぞ。何これ、みんななんで倒れて。嘘、うちこんなの。ミュー急げ、こっちだ。みんな瓦礫に気をつけて。今はここを出ないと。だってそんな。外まであともう少しだな。みんな油断はするなよ。つぶってろ、カイトの代わりに俺が手引っ張ってくから。ここを突っ切れば出口まであと一息だね。なんとか間に合った。全員無事に脱出できたようだな。サキさん、足は大丈夫？うん、もう平気。ありがとね、カイト。いや、こっちこそ。ミユをかばってくれて感謝してる。そのミユだけど大丈夫かしら。かなり参ってるみたいよ。とにかくいつまでもここでのんびりしているわけにもいかない。敵のモンスターに見つからないうちにここを離れ。悲鳴。ハル、今なんて。あっち、悲鳴が聞こえる。聞こえる。やめて、やめてよ。今の声、パルモンとパタモンだよ。なんだ向こうから何か来たのか。まずいよタクマ、すごく強そうなのが迫ってくる。この気配、ただものではないぞ。来たぞ、あいつらだ。ふん、人間の子供と一緒にいる連中がここにいるそうだ。獲物がいっぱい。なんか僕ざわざわする。なんだよあいつら、あの目つき絶対やべえよ。何、うちが知ってる子たちと違う。ミュー、絶対にそばを離れるんじゃねえぞ。ガキどもは俺が。好きにしろ、俺はそっちはどうでもいい。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ、狼野郎が。なれなれしく呼ぶな。俺の名はガルルモンだ。
君たちもアルケニモンの仲間なのか。あんなクズ連中なんて知るか。そうだな、まずはお前が一番骨がありそうだ。こいつ。人間のコアッパどもと絆を結んでいるようだな。かなり強いぞ。みんなも気をつけろ。ファルコモン。お前たちの力、この俺に見せてみろ。ファルコモンは離せ。強い、この野郎。押し負ける。お前は助けに行かないのか。僕どうしてこうも役立たずなんだ。なんだ、お前たちの力はその程度か。がっかりさせるなよ。今のうちにガキどももらっていくか。こっちに来ないで。やだ、に戻れ。これがアルケニモンが取り逃がしたガキ。俺が。させないわよ。そこをどけ。アオイ、こいつの狙いはミュウみたい。ミュウを逃がして。わかったわ。さあミュウちゃん、こっちに。逃がさん。私たちが相手よ。かかってきなさい。さあ早く。でもみんなが、みんなうちを魔法使いだって信じてくれてたのに、うちを守ろうと戦ってくれたのに、うちまだみんなのために何もできてない。今はあなたが一番危険なの。だからお城の中でしばらく隠れて。逃がさんぞ。アグモンたちをもう倒したの。アオイたちに手は出させないわよ。軽く押しただけだ。あんな貧弱な連中だとはな。お前はどう。骨はありそうだ。ミュウちゃんにも手は出させないわ。震えながらでもよく言ったわ、アオイ。あとは任せて。私だってこ怖いよ。そうよ、可愛いだけじゃないの。くだらん。
ガキどもが逃がす気か。俺の目的は人間の子供と契約したやつをぶっ倒すことだ。お前らみたいに悪趣味にガキを狩ることじゃない。ガルルモ、裏切り者。裏切るも何、お前らの仲間になったつもりはない。なんだかわからないけど揉めてるみたいね。今のうちに逃げた方がいいんじゃ。生贄のガキを連れて行く。おい、ミユはお前たちには渡せないぞ。人間のガキに何ができる。俺たちの大切な仲間に手出しはさせんぞ。って、しつこく立ち上がってきやがったか。さっきのは不意をつかれて転んだだけだ。まだ負けちゃいないぞ。そらそら。ほほう、威勢だけはいい。だったら次は力の押し比べじゃなく戦いの腕で実力を示してもらうぞ。望むところだぜ。Du bist erledigt, komm nur her bei Hohumon, schämst du dich nicht? Boah, das ist die Frage, was davon nehme ich jetzt? Das sind immer diese Entscheidungen. Ich denke, ich sag, schämst du dich nicht. Onna-kodomo bakari neratte, hazukashiku nai no ka? Nani o yu? Ore wa sonna? Anata mitai ni hikyou na yatsu だから。僕だって卑怯だと。Okay, anscheinend ist es jetzt der Kampf. これでも食らえ。お前たちの攻撃なんざ痛くも痒くもねえ。おら！くっそ、あいつなんて強さなんだ。どうしよう、お兄ちゃんが。やっぱりお兄ちゃんのこと心配なのよね。お兄ちゃんだもん、嫌えるわけないじゃない。でもあんな風に過保護にされるのも、ずっと付きまとわれるのも、いや、そんなだと思い出しちゃうじゃん。思い出したくないようなことまで。ミユがお兄ちゃんに辛く当たる原因、それなのね。それでもうち、お兄ちゃんは、でもうち何もできないし。女王様、女王様はここにいてください。安心してください、私たちがあの人たちの援護に向かいますから。
シャコモン、お願い、お兄ちゃんを助けて。ああ、嬉しい。ミユの本当の気持ちをようやく聞けたわ。シャコモン、ずっとミユの本音が聞けるのを待っていたの。ミユが願うなら、心から信じてくれるなら、私はいくらだって強くなれるはずだから。何、シャコモンどうなっちゃうの。ミユの願いを叶えるために私がいる。私はミユのために強くなれる。シャコモン進化よ。Da bin ich gespannt, wer es ist. Zeremon! Mezawari nan da yo! Okay, die beiden sind sicher drin. Dennoch Gormon. Ja, was ist jetzt die Frage? Ah, der hat einen Ultra. Würde ich schon lieber auf Heilung gehen. Ja, besteht ihm das. Okay. Ich muss jetzt aber leider sagen, das war's fürs Erste von mir, auch wenn ich jetzt echt spannend aufhören muss. Ich habe leider noch was zu tun. Aber es geht morgen definitiv weiter. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also, unterbreche ich den Kampf erstmal. Damit es gespeichert ist, dass ich genau an diesem Punkt wieder anfangen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis morgen. Ciao.